まず、きばらじはですね、はい、えー、新しいイーラーニングの可能性を探るために日夜活動し、その知見を世の中に広めるラジオという名前の動画です。ねはい、で、今日はですね、えー、告知、えー、5月26日は湯川浩一さん、湯川博和さんの誕生日翌日です。今、名前を間違えた瞬間を見た。<laughs> ね、湯川さん、えー、先日の社員紹介で出てきました、湯川さんね。その方の 誕生日の翌日が今日になるわけですね。なのでなののででですねよいしょというわけで早速お祝いをしてみようじゃないかというのが今日のきょうの気晴らしなわけです。であの、お祝いに先立ちましてですねあの皆様からお祝いのアイディアいろいろいただきました。 えー、祝われろ呪われろじゃないですか祝われろと樹木にカラースプレーで描くそれからケーキに白い鉢巻きを巻いてそこにろうそくを刺すと八墓村っぽくなります、まあ、こういったアイデアをいただきましてさらに樹木樹木っていうことは樹木っぽいケーキありませんでしたっけそれブッシュド・ノエルじゃないですかということでですねじゃあブッシュ,のブッシュド・ノエルを作って、えー、おっと間違えた、はい、湯川さんにお祝いしたいと思いますがですね、はい、その湯川さん体調不良でお休みなので 仕方ないいいいいのででですすすねね召喚したいと思いますじゃ湯川いい、ね、さーんこんにちはということで湯川さんを召喚しつつですねはいこのまま湯川さんにお祝いのためのケーキ作ってみたいと思います、えー、今日のケーキの材料はュドの料ルはどうやったら作れるんですか湯川さん,ああさんおめでとうございますなんか僕かぶってますけど許してくださいはい、はいはい 今日は手軽にブッシュド・ノエルはい市販品のロールケーキやら何やらでちゃちゃと作ってしまおうかと市販品のロールケーキで3分で作れるブッシュド・ノエル3分は無理だこれ無理かなはいじゃあ何があればいいんでしょうえとりあえず市販のロールケーキロールケーキ市販のロールケーキ美味しそうなロールケーキそれからホイップクリームホイップクリームや、これ時間かかんね上手かかりますそれから ココ,アこココアパウダーあれちょっと,材料、はい、と何か、えー、これらを混ぜることによってブッシュドロイルを作ろうという企画ですねああと砂糖ね甘くないとねはいあと砂糖砂糖です大量に砂糖ですはい。ということでじゃあ早速やってみたいと思いますはーい一旦動画を切りますはーい